Are you listening? Damn. Yo, what's up, guys? Enjoy Dancing Chibita Channel 見ていただきありがとうございます。シンスのチビタです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？お元気ですか？いつもですね、SNS でのシェア、いいね、コメントありがとうございます。YouTube のコメント、高評価も非常に僕の動画を作るモチベーションにつながってますので、ぜひぜひ、ご協力お願いいたします。とですね、チャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。前回の動画以降にですね、オンラインダンスレッスンのお問い合わせをどどっといただきまして、レッスン後にですね、生徒さんの方から、参考になりましたとか、あとですね、その後かなり成長が見られましたっていうのがご報告いただいてますので、ぜひご興味ある方はですね、お問い合わせだけでも全然大丈夫なので、お気軽に下の概要欄から僕の SNS アカウントか、あとは僕のホームページから直接メールを送っていただければいいかなと思うので、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。前回の動画でお伝えしたんですけれども、今回からフリーズの今後編に移っていきたいと思います。フリーズの大体の基礎な部分は、前回までの動画でお伝えしてるかなと思うので、例えば練習方法だったりとか意識するポイントっていうところはかなり被ってくる部分も多くなってくるかなと思います。その分ですね、基礎を身につけた後はそこをいかに応用していくかっていうところになってくるので、ぜひぜひね、自分で考えながらこういう練習もどうかなっていうのだったりとかも自分で考えることでさらに能力が上がっていくかなと思うので、ぜひ自分なりのトレーニング等もですね、考えていってほしいかなと思います。では今日のトピックとしては、エルボーのコンボ、その一番大元の基礎になるエルボーからの倒立、倒立からのエルボーフリーズっていうところをやっていきたいと思います。では今日の動画のメニューですね。はい、では今日はいきなり練習方法のシェアと、あともう一つはちょっとした筋トレですねを皆さんにシェアしていきたいと思います。ではですね、早速動画にて紹介していきたいと思います。まずは倒立から両手で肘に下げるという練習をしていきたいと思います。この時に注意してほしいことなんですが、腰の位置ですね。今までのフリーズシリーズの中でも腰の位置が非常に重要というのが言っていると思うんですが、腰の位置を軸手の側にちょっと寄せていくっていうことが重要かなと思います。ただこの時のポイントなんですけれども、体の軸はキープしたまま腰だけを軸手の方にねじっていくようなイメージですね。あとこの時の肘なんですけれども、ちょっと内側に折り込むような形で倒していくとかなり安定した形になるかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、ワンハンドのエルボーに落とすポイントをシェアしたいと思います。先ほどの両手バージョンのものに関しては内側に折り込むようなイメージだったんですけれども、ワンハンドに関してはそのままペタッと折り込むような形で落とすとやりやすいかなと思います。この時に先ほど注意した腰の位置ですね、あと軸の位置もしっかり意識するようにしましょう。ワンハンドの練習に関しては先ほどの両手をしっかり練習することと、両手バージョンのものを徐々にですね、反対の手にかかる負荷を少なくして落としていく練習がかなり有効になるかなと思うので、しっかり練習してみましょう。続いてはエルボーから倒立のポイントをシェアしたいと思います。この時に注意するポイントなんですけれども、蹴り上げの足ですね、足の方向を必ず真上に蹴り上げるような意識を持ってください。倒立の時にもお尻が天井から吊られているようなイメージを持ってくださいというふうにお伝えしたと思うんですが、このイメージを持ったままお尻を真上にスライドさせるようなイメージですね。この蹴り上げの方向が後ろに行ったり前に行ってしまうと、蹴り上げの方向がうまく働かないので、お尻がしっかり上がらないので、ちゃんとした倒立の位置に持っていけないんですね。このポイントはすごく重要なので注意しましょう。この時の手の動きなんですが、肘を押した後はですね、手の位置は通常の倒立のポジションですね。
今肘がついてるあたりに手を持ってくるようなイメージを持ちましょう。肘を伸ばしていくタイミングで反対の手にしっかり体重を乗せるイメージを持ちましょう。体自体はまっすぐキープのまんまなんですが、重さの比重的には50-50といった形で両手にかかってるようなイメージを持って持ち上げるとやりやすいかなと思います。では続いてワンハンドのエルボーからプッシュアップするような動作についてシェアしていきたいと思います。これもですね、軸手と逆手にかかる負担をより少なくしていくのがかなり有効な練習かなと思います。この動画に関しましては、左手はほとんど指で支えているような状態で、ほとんど右手の力だけでプッシュアップしているような形になります。あとはですね、椅子等を使って右手の動作をしっかりと練習するのもいいかなと思います。先ほどの両手の練習でも言ったんですが、真上に切り上げるということが非常に重要なので、しっかり意識して真上に切り上げましょう。この時の手の状態なんですけれども、僕はこの手のひらの方にですね、体重を乗っけていくようなイメージでやっていっています。なので僕は手のひらがあまり動かないような状態ですね。肘で押し上げて手のひらの上に乗せていく、そんなイメージでやっているので、まずは先ほどご説明した練習方法等をやっていくことをお勧めします。続いては簡単な筋トレをシェアしたいと思います。体幹トレーニングのプランクの形になって練習したい技の肘の形にしてもらって、そのまま片手で持ち上げるのが練習したい人は片手で、両手でまず練習したい人は両手でやってみるといいかなと思います。ということで、今回の動画皆さんの参考になりましたでしょうか。ちょっとでも何か参考になれれば嬉しいです。チャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。冒頭でも言いましたが、スカイプオンラインレッスンお問い合わせ、ご応募どんどんお待ちしておりますので、ぜひぜひお気軽に下の概要欄からコンタクト取っていただければと思います。徐々にですね、難易度が上がってきて、やりがいがかなり増えてきてるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ参考にして楽しく練習してみてください。では楽しんで、怪我には気をつけて練習してくださいね。ではまた来週の水曜夜7時に会いましょう。Peace!